チョールヌヨリオールは、ロシア連邦で開発された主力戦車である。名称はロシア語で、黒い和紙の意で、風の和紙のことである。対外的に、ブラックイーグルという英名も使用される。1990年代に開発され、ロシア連邦軍をはじめとして、他方面に売り込みが図られていたが、開発元の国営公社オムスク戦車工場の経営状況の悪化により開発中止となった。 なお、日本語では、チョールヌイオリオール、チョルヌイオリオールなどとも表記される。ソ連では、精鋭部隊向けの高性能戦車 T-64 や T-80 と、一般向け及び輸出向けの普及型戦車 T-72 が並行して、開発、生産されていた。ソ連時代には、ウクライナのハリコフにある、 モロゾフ設計局及びマールイシェフ記念工場が、西部隊向けの戦車の開発、生産を担っていた。そのため、ソビエト連邦の崩壊により、ウクライナが独立すると、ロシアでは、早急に、高性能の新型戦車を自国で開発する必要に、迫られることになった。T-80U の発展型となる、T、T-80UM も開発されたが、 経済状況の悪化による財政難に苦しむロシアにとって T-80 は高すぎたため導入は遅延した。しかもこれらの戦車では隣国ウクライナの開発した T-80UD や T-84 及びそれらの発展型に対抗できる性能はなく西ヨーロッパ各国もレオパルトにあるクレール、チャレンジャー2などの新型戦車への更新を次々に 言っていたため、ヨーロッパにあって、ただ、ロシアだけが、新型戦車の開発、配備が著しく遅れる形になっていた。また、湾岸戦争で、M1 エイブラムスに対して、T-72 の示した一方的敗北は、モンキーモデルの輸出型とはいえ、ロシアの軍事力が軽視される要因となった。こうした中、オムスクの国営公社オムスク戦車工場ではさらに、 新しい戦車の開発作業が1997年に開始された。原型となったのは T-80 m ム -2 で、そこから発展した新型戦車は第6 4十号計画と呼ばれた。第6 4十号計画は1999年7月にシベリアで行われた展示会に出展され、その姿を一般に表した。第6 4十号計画は、 チョールヌイ・オリョールという愛称を付けられ、以降もっぱらその名称で呼ばれるようになった。ロシア連邦軍において T-90 に代わる新型戦車には完全新設計の新世代戦車である T-95 がその役目を担うことになる予定であった。T-95 は2009年以降の量産、配備開始に向けて開発が進められていたが、2010年4月9日、 ロシア国防省国防次官であるウラジーミルポポ付近上級大将は主に予算面の問題から開発を断念したと発表した。ロシア軍は T-90 を追加発注して当面の主力戦車とする予定である。その後も T-95 の成果を生かしたアルマータ計画が進められ T-14 が完成している。チョルヌイオ,オール各部概要チョルヌイオ,オールの シャーシは基本的には原型となった T-80U のものを流用する予定であったが、天輪は片側7輪に変更されており、車体は原型よりも短縮され、被発見率を下げるため車内乗員配置を変更して、車高を低減される予定であった。車体全面走行には、発展型の爆発反応走行であるコンタークト5を採用している。 内部配置そのものは従来と同じく全部は上院室、中部に戦闘区画、後部にエンジン室を割り当てている。砲塔は完全な新設計のものが搭載され、従来のソビエト、ロシア戦車とは異なり、砲塔後部に張り出したバスル部分を設けてその内部に手砲弾を搭載している。手砲は、 従来のものと同じ 125mm 格好砲 2A46M が採用されたが、開発研究中であった 140mm 格好砲、さらには 152mm 格好砲の搭載も考慮されていた。2A46M は、主砲発射式の対戦車ミサイルである QM119M レフレークス M を発射することが可能になる予定であった。 砲塔全面走行には爆発反応走行と複合走行を組み合わせた新たな走行形式とされるカークトゥス走行が装備された。このほか、防御装置としてシュトーラニ防御システムドロースとアクティブ防護システムまた自動装填装置や標準システムも新型化されている。ありがとうございます。